酵母。酵母、または、イースト、英語、イーストは、公儀には、生活間の一定期間において栄養体が単細胞性を示す、新菌類の総称である。競議には、食品などに用いられて、馴染みのある、出が酵母の一種を指し、一般には、こちらの意味で使われ、酵母菌と、俗称されている。抗議の、 公募は正式な分類群の名ではなく、いわば生活系を示す名称であり、系統的に異なる種を含んでいる。競技の公募は、発酵に用いられるなど、工業的に重要であり、遺伝子工学の主要な研究対象の一つでもある。明治時代に、ビール製法が輸入された時に、イーストの訳として、発酵の源を意味する字が当てられたのが語源であるが、微生物学の発展とともに、 その意味するところが拡大していった。基本的には、深刻で単細胞性の微生物で、運動性はなく、細胞壁を持っている。光合成能はなく、栄養は外部の有機物を分解吸収することによる。形態的には、特徴の少ない円形化が円形をしている。このような性質の微生物は、ひとまずは、酵母と考えられる。これらは質が、または、 分裂によって増える。また、それによって増殖した細胞が、互いに不完全にくっついて、樹脂状を呈する場合もある。多くの酵母は、首脳筋門に属している。首脳筋門半首脳筋甲には、酵母の仲間、酵母的な性質の強いカビなどが含まれる。この類に属する酵母は、細胞そのものが融合する形で接合を行い、その結果、 融合細胞の減数分裂によって細胞内に胞子を形成する。つまり減数分裂によって内生胞子を生じるので細胞そのものを死のうとみなすわけである。しかし単子菌紋に属するものも知られている。同種の菌であっても生活史の中で公母型と菌子体系の双方の形をとることすらある。 例えば白きクラゲは、端子胞子から発芽すると酵母として増殖し、性の異なる相手と接合すると菌子体の状態で増殖するに核菌脂となる。他に、有性生殖の知られていない酵母も少なくない。それらは、不完全酵母と呼ばれる。自然環境では、果汁や樹液の溜まるところに多酸するほか、炭水や海水中にも広く分布することが知られている。 単細胞で運動性がなく、周囲の栄養を吸収して増殖するものは、酵母とみなされることがある。例えばプロトテカはそれであり、現在ではこれはクロレラに近縁で、緑層が葉緑体を失ったものと考えられている。酵母は単細胞であるために、菌類の中で原始的なものとの判断もかつてはあった。しかし、上記のように酵母とされる生物は、複数の群に分類され、 酵母はむしろ生活のあり方に対する適用による形の務みなされる。他方で、死脳菌類では、半死脳菌及び個性死脳菌に分類されるものに、公母型及び公母型に近い糸状菌といった特殊なものが多く、死脳菌類や単死菌類の祖先がやはり酵母であった可能性も指されている。酵母の発見は、 アントニファン・レーウェンフックに遡るとされる。彼は手作りの顕微鏡で微生物を最初に発見し、その後も様々な微生物を観察しているが、発酵中のビールを調べてその中に微粒子状のものを見たことを記録している。彼は休憩内紙楕円形のもののスケッチを残しており、これがおそらく酵母であろうとされている。その後これがパンなどの発酵の際にも見られることがわかり、 これと発酵との関連が論じられ、ルイパスツールによって発酵が酵母の生理作用であり、無酸素条件下での呼吸であることが示された。これについては発酵の該当項目を参照されたい。なお、パスツールは酵母の純粋培養を最初に言ったことでも知られる。生物としての酵母の研究に関しては、19世紀までにはほとんど進歩がなかった。1825年頃より、 酵母の研究が行われるようになった。シャルル・カニャールドラ、トゥール、フリードリヒト・ラウゴット・キツイング、テオドール・シュワンダは発酵している液を薄めて、観察したり、観察中の乾燥を防ぐためにカバーガラスをかけ、周囲をパラフィンで封じる、あるいはホールグラスを使うなどの方法を使い、酵母が出芽によって増殖する単細胞生物であることを示した。 1839年にはシュワンが内政法師を観察した。彼はそれが法師であり、対外に出て新たな公募となることには気づいたが、その分類上の意味には気づかなかった。これを明らかにしたのがアントン・ドバリーで、彼は1839年にこの内政法師を死脳筋に属するカビの法師と比較している。さらにリース、リースは1868年以降、 多くの種類の酵母について内製方針を観察し、それが原始的な死脳菌の死脳方針にあたることを認めた。パスツールによる純粋培養の確立もあって、それ以降、酵母の研究は格段に進み、特にエミール・クリスティアン・ハンセンは研究法の改善を含め30年にわたって各種酵母について研究を行い、この分野の回想とも言われている。また、 彼は、酵母の系統の問題と分類に生活感を重視した。サッカロマイセス族、サッカロミセスやシゾサッカロマイセス族、スキズーサカーミシスは、発酵により、アルコールを生じ、食品の加工に古くから利用されており、また生物学の研究材料としても用いられている。特に、出が酵母と分裂酵母は、深刻細胞の基本メカニズムの解明に貢献している。 一方で、デバリオミケス属、ディバーオミセスなど発酵を行わなものもある。特殊な例では、ミジンコに寄生するメチニコービアは、イデアメチニコフが、その観察を通じて、食細胞を発見したことで知られている。人の病気の原因になるものとして、白癬菌、水虫、秩炎や、皮膚炎の原因となる漢字だ、アスペルギルス症を起こす、麹カビ属菌、 ニキビに似た、死老性死神などの原因となるマラセチア族、マラセチアなどがある。仮に肺炎、ニューモシスチス肺炎の病原体ニューモシスチスジロベチ、ニューモシスチスジラベッキーは従来仮に原虫と呼ばれてきたが、現在では首脳菌に近いことが明らかになっている。抗議の公募に含まれるものとしては例えば以下の種が挙げられる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。